本頑張れ。強豪アルゼンチンとの一戦、福岡市博多区のパブリックビューイング会場には300人を超えるファンが駆けつけました。日本代表は斉藤のトライや松田のゴールなどで前半を1点差で折り返します。しかし後半は相手の猛攻を止められず、3つのトライを奪われました。27対39で敗れた日本代表、2大会連続の決勝トーナメント進出とはなりませんでした。